何だって場所だったの去年のとこ。いやいや、また違う。なんかびっくりすぎる。え、どの辺行く？ああ、憩いん通り。憩いの広場に行くわ。人が道行ってるやん。あそこに行きたいって。そこは両脇にどっかおるか。なんかのんびりね。いや、よかったな。これは持ってたけど、あ、俺いただきます。清涼箱取ったなぁ。安く取ったりか知らんわ。あんまり儲からんとば。これを室内にぶら下げて、俺が外描いた。ああ。ちっちゃくね。意外に。一日持つけんよかったね。ああ、持つね。うん。え、2台？うん、後からね。後からもう1台来るだ。昼からもう1台来るってね。か、や、今や休んだらしい人のこっちに来らすか。あ、そう。うん。みんな用心あるとう。うん、あると思った。これ名前のとこも違うんだよ。今。今あっちゃう。
もう入れ替え、ここにもあるけんが片付けらってんが、こういうと、で、小屋にしとかないから、そしたら、じゃあ、上の間にここが、仕上げます。悪いお湯は世話よって待ってそれは甘いな。これも振るかな。あ、これも振るかな。振るか。結構乗っとやろ。時間。うん。2000円。2000いくらなっとる。まだ関係が強かろう。ん？強かって。強か。うん。多分あんま入らんと思う。熱なんね、油。うん。一日持つやん。持つ。カールバサバサン入るっちゃなか。あ？カールのバサバサン入るっちゃなか。温泉。マー君のショベルは誰が乗りよと？あ、しげみさん。あ、もう治らした？うん。リハビリ。あ、リハビリが出る。なぜ、あれ乗られるぐらいあるから、もうダメだったんだ。それならよかった。